エマさんよりグランプリのたすきがまずは1年間の活動楽しみに見守っていきたいと思いますね。やっぱり人種の壁というものもあり、日本人として生きてはいますが、なかなか受け入れてもらえないことも多くあった中で、今回本当に日本人として認められたという気持ちで、感謝の気持ちでいっぱいです。ご講演いただいておりますスポーツ日本新聞社代表取締役社長小菅博人様より、海外の方にもやっぱりこう日本って多分特殊な国だと思われている部分もあるんですけど、私のように幼い頃から日本に住み、日本の心が育ったっていうところを知ってもらって、私のような日本人がもっと増えてくれたら嬉しいなとも思っております。